この番組は平成28年2月27日に開催された静岡大学人文社会科学部アジア研究センター国際シンポジウムの模様をお送りします。本シンポジウムは中国文化大革命と国際社会と題され、学内外から様々な研究をなされている先生方がご講演されました。ではその南米の場合、あるいはそのラテンアメリカの場合というのは、毛沢東主義マオイズムが入ってくるときに必ずしもその中国からダイレクトに入ってきたというよりは、確かに中国からダイレクトに入ってきた部分もあるんですけれども、むしろ それを受け止めたその知識人の人たちはそれ以前に例えばフランスにおけるさまざまな思想というのを受け継いでおります。先ほどアウチュセールの話が出てきましたけれども、アウチュセールの弟子の一人はボリビアで革命を起こそうとしまして、長い間ボリビアで捕まっていまして、でその後、フランスで解放されてフランスに戻った後、小説を書いて、非常に有名になって、その政府の容認として、フランス政府の容認として活躍しております。で、指示になりますけど、私80年代の半ばぐらいにメキシコの大学院で学んでいたんですけれども、その時その文化人類学を学んでいたんですが、文化人類学の学科の大学院の中ではもう当然のように授業の中でアウチュセールとか、それからグラムシを読んだりとか、あるいはもう本当にそのマルクスの資本を読むのが当たり前になっていたっていう、そういう時代を経験しておりますので、やはりダイレクトに入ってきたというよりは、さまざまなそのヨーロッパの思想をと組み合わさりながら実は入っていったという経緯があります。そして、まずその今日の私のお話なんですけれども、主にその、南アメリカのペルーという国で、起こった紛争、そしてその中でマオイ人たちがどのような役割を果たしたのかというお話をしていくわけですが、まずそのラテンアメリカの話ことを、あまり何ていうか、馴染みがないかもしれない、ちょっと簡単にお話しておきますと、ラテンアメリカっていうのは非常に人種民族文化的に多様であって、しかもその人種民族が経済格差と非常に強く結びついたポストコロニアル状況にあります。でその中でその文化革命、文化大革命、あるいは毛沢東主義というのが波及していったということがあります。ですからまたそのここでは先住民という存在との関係が非常に重要になってくるわけです。ここら辺が少しラテンアメリカの特殊性なんですけれども、なぜかというと、ちょっと前史のことからお話ししようと思いますけれども、皆さんもご存知のように1959年、もう少し早くからですけれども、キューパ革命がフィデル・カストロとチェ・ゲバラを中心に行われています。でちなみに、フィデル・カストロはもちろんキューバ人なんですけれども、チェ・ゲバラはアルゼンチン人です。だから全然その違う国の人がこのキューバ革命にゲイラーとして参加しているわけです。で、ゲバラはその後も世界革命を夢見て、そしてアフリカに行ったりとか、それから最終的にはボリビアで銃殺されております。ですからこの時代というのはその一国の革命ではなくて、むしろその世界革命というのを夢見た人たちがいて、でその人たちがラテンアメリカに引き付けられていたという特徴があります。で、また一方、その1980年代というのは中米での代理戦争が行われています。冷戦下の中で内戦が起こり、それが米ソに分かれる中での代理戦争として、中米でサンディニスタとかそういったグループが活躍していたわけです。で、南米の方ではどうだったかと言いますと、この70年代80年代というのは、左翼ゲリラの活動が起こり、しかしながら一方でその、アメリカ合衆国としては、ラテンアメリカというのは自分たちの裏庭のような形で見ていたわけですから、軍事政権が、誕生するのを手伝っていきます。ですからその左翼ゲリラ活動が起こった後に、そこに非常に何かこう抑圧的な軍事政権が、起こって、そして武力によって、あるいは暴力によって、そのゲリラ活動を、抑圧していくという、そういう状況でありました。で、象徴的な出来事としましては、チリでサルバドル・アジェンデによる社会主義政権が登場しています。1970年にこれが起こっております。で、アメリカとしてはこうラテンアメリカでその最初にキューバ革命が起こって、キューバで社会主義政権が登場して、そしてまたその後そのラテンアメリカでチリで社会主義政権が
誕生してしまったということに対して非常に脅威を感じまして、で結果的にはその CIA とかも動く中で1973年にピノチェット将軍による軍事クーデターというのが起こっています。でこれが、まあ、あの9月11日であったことから、あの実は、まあ、あの同時多発テロ以前から911というのはラテンアメリカあるいはそのアメリカ大陸においてはむしろこれはそのあのまあ、社会主義政権が潰されて軍事クーデターによが起こったというそういう日として認識されてきています。でもう一方でこの後そのラテンアメリカ、まあ、南アメリカでは混同作戦というのが行われています。でこれは何かっていうと、まあ、あのスペインのフランコ政権がフランコが亡くなった時に、まあ、ラテンアメリカの同じそのスペイン語圏あのアメリカ大陸の場合ほとんどがあの多くの国がスペイン語を話してますから、まあ、あのその時 の, その南アメリカの、軍事政権の、人たちが、フランコ の, その組織に集まって、でそこで、まあ、お互いにそのあの共同政策共同していこうというあのそういう、作戦がこれ今度作戦です。軍事政権間での共同つまりどういうことかというと、例えば、まあ、あるそのあの国、まあ、軍事の中も非常に何ていうかこう必ずしも一割でないわけですから、中にはその、まあ、あの若者たちを誘拐してあの殺害していくということに対して抵抗を感じた人たちもいたわけ で, でそうなるとそういう人たちを、まあ、亡命させる、例えばアルゼンチンに亡命させる、チリからアルゼンチンに亡命させる、しかしながらそのアルゼンチンで殺害するという、まあ、そういったそのあの左翼の人たち、あるいは、まあ、必ずしもそうじゃない人たちをあの抑圧するための、まあ、軍事政権間の取り決めとしての混同作戦というのが当時あのこの80年代90年代にかけ80年代にかけにおいて行われていました。で、じゃ あ, あのもう少しその先ほどその人種と経済格差が結びついているというお話をしましたけれども、これどういうことかと言いますと、歴史的に見て、ラテンアメリカでは先住民がその貧困層を構成していて、同時にあの先住民の多くがその農民であるというそういう構造を有しています。そして農民であるその先住民が都市に行くと、今度はまあ都市ではスペイン語を覚えなければいけないわけで、もともとはその先住民の中では先住民言語を話している人たちが先住民言語ではなくてスペイン語を学び、そして学校教育を受けたりとか、あるいはその仕事についていくっていう中で、まあ、先住民ではなくなる都市のプロテアとなっていくっていうそういう構造が見られます。つまりどういうことかっていうと、これはまああの植民地統治国家の独立の形態っていうのを図式化したものですけれども、そのラテンアメリカの独立というもの、そもそもが、まあ、一番最初あの底辺にこうインディオと黒人がいて、そしてその上にその、まあ、いわゆるその混血の人たち、これはいろんな混血の仕方があって、もちろんそのインディオと白人もありますし、あるいは黒人と白人もありますし、あるいは混血同士の黒人あの混血ということもありますけれども、その人たちがいて、でその上にクリオーヨと呼ばれる、でこの人たちはあの新大陸生まれの白人の人たちです。人種的には白人でありますけれども、しかしながらそのスペイン本国からあのやってきた白人ではなくて、あの新大陸で生まれた白人の人たちです。で当時 の, その人種の考え方では、もうあのヨーロッパで生まれたのではなくて、ラテンアメリカの方、つまり新大陸の方で、そこでその新大陸のものを食べて、そこで育って、しかもその黒人の乳母の乳を飲んで育ったら、もうそれはちょっと違うっていう、実質的にも違う存在というふうにあの考えられていました。で、そうしたことから、この、実は同じ白人であっても、このクリオーヨとそれからペニンスラーと呼ばれる、スペイン本国の、あるいはまあイベリア半島からの出身のその白人たちの間には、非常にその、あの差別があったわけです。でそうした中でこのクリオヨたち、新大陸生まれのその白人たちが、新大陸生まれの白人たちがその本国の出身の白人たちにあの反乱を起こした、それが独立だったわけです。だから独立はしたんですけれども、植民地内に作られたこうしたその白人を頂点とする人種間のヒエラルキー構造というのは独立後も温存されるというそういうことが起こっております。まあ、皆さんあのラテンアメリカのこの映像がそんなにあのテレビとかに出ることはないんですけれども、ただあの
大臣とか大統領とか首相とかそういう方を見るとほとんどあの白人が非常に多いっていうのが分かると思います。でそれはラテンアメリカの人たちが白人だからというわけじゃなくって、要するにその白人の人たちがエリート層を構成しているというそういうことが背景にあります。これはまああのペルー の, あのまあ高級なショッピングモール街なんですけれども、ちょっと奥の方にアップルストアがあったりとかで、まあ、最近はすごいあのペルー料理って国際的にすごい人気あるんですけれども、まあ、あのチェーン店を持つ非常に有名なあのレストランが手前の方にあったりとか、あるいはまあ実はこのショッピングモールの中にはもう皆さんも知っているさまざまアルマイとかそういうブランドがあの列をつなあの並んでいるんですけれども、とまあ行き交う人たちもまあ白人とかそれからあのヨーロッパ系の人たちそれからメッチスの人たちが非常に多いです。で一方これはその旧市街なんですけれども、これもあの海岸部の方っていうのは旧市街の方あのペルー の, その首都のリマなんですが、これあの海岸部に太平洋岸に面した形になっていて、そこでその辺りと砂漠地帯なんですけれども、でこれ砂山があって、で上の方までいっぱいその家が立ち並んでいるのが見えると思います。でまあ本当にこう下の方行くともある程度ちゃんとそのコンクリートの家があるんですけれども、上の方は中にはもう本当にこう無修で囲っただけのような家も立ち並んでいるんですが、まあ、そうしたところに住んでいるのは山岳部から移住してきた、まあ先住民の人たちが非常に多いわけです。だから本当にこう隣同士でこういった世界とこういった世界が立ち並んでいるという、まあ、そういう世界だわけです。でまあ、実はそのグローバル化が進む中で国家としては経済成長しているんですけれども、実はまあ格差がますます広がっているという、まあ、そういう状況も見られます。じゃあちょっと話を戻しまして、ペルーの紛争についてお話ししていきますけれども、ペルーの紛争というのは1980年に毛沢東系の集団ペルー共産党センデロ・ルミノッソ輝ける道というそういった名前の集団がアンデス地域山岳部の方で武装闘争をしたことによって始まっています。で1980年2年後半にそのベランデ当時のベランデ大統領が非常事態宣言地域に政府軍を派遣することを決定しました。でこれによってセンデロ・ルミノッソ反政府組織とそれから国家エージェント政府軍警察自警団による住民の大規模な虐殺というのが起こっていきます。で主にその先住民地域だったんですけど、先住民地域での大規模な虐殺というのが起こっていきます。でまた同時にこの紛争というのは、先住民地域にある村落内あるいは村落間の、潜在的な格闘というのを拡大していきます。日本から非常に遠い話なんですけれども、この時期日本との関係では JICA が派遣していた農業下士の3人の方がそのセンデロ・ルミノッソによって殺害されたりとか、1996年に日本大使公邸占拠事件、これはセンデロ・ルミノッソではなくてもう一つのトゥパック・アマル革命運動という都市型のゲイラの労働組合を基盤とした都市型のゲイラの方なんですけれども、その人たちによる日本大使公邸占拠事件っていうのが1996年に起こって、当時は毎日のようにテレビに様子が映っているっていうことがありました。で、じゃあ具体的にペルーの紛争ってどういうものだったのかっていうと、1980年から2000年の暴力人権侵害を調査した新津和解委員会の報告書によりますと、死者及び行方不明者数が約7万人、これは独立後最大のものです、数です。でこのうち 75% が先住民言語の話者でありました。で、だいたいそのペルーの現在 の, その先住民の数っていうのは、人口のうち 30% から 40% ぐらいの間なので、非常にその先住民の犠牲の割合が高かったわけです。でもう一点、その 40% 以上がセンデロ・ルミノッソが武装闘争を介したアヤクーチョ県、このアヤクーチョ県という名前ちょっと覚えておいていただきたいんですけれども、アヤクーチョ県の出身者でした。でさらに 79% が農村地域の犠牲者でありました。でこれがちょっと関わってくるんですけれども、でこれは政府軍が組織した自警団がパレードを行っている様子です。ここに真ん中にこう赤と白はペルーの国旗でして、真ん中に 軍の司令官がいて、その前を自警団の人たちがパレードしているところなんですけれども、でごめんなさい、
でこれは、まあ、あのプティスって今非常に有名な村なんですが、あの、まあ、センデードそれから軍の襲撃を受けて、まあ、一時期あの村自体があの全滅してしまって誰も住んでいないという状況になっていったんですけれども、まあ、フジモリ政権の時の帰還政策の中で人々が戻っていって、で、まあ、あの村の中にあった秘密墓地を NGO が発掘調査をして、その発掘されたあの遺体の、あの、まあ、方たち の、 そのお墓があるところ、あの戻ってきた村人たちが、まあ、あの訪れているところです。まあ、本当にあのこのような秘密墓地4600以上現在でもそのあのペルーの中に存在しているというふうにあの数えられています。で、じゃあこの先ほどから出てくる戦前の民族っていうのはどういう集団なのかということをお話ししていきますけれども、あのまあ、あの先ほど言いましたように、その、あの、まあ、あの先住民の多くが農民であるということから、あの農民ということが関係してくるんですが、あのラテンアメリカではそのインディヘニスモとマルクス主義の融合ということが起こっています。で、あの先ほどあの名前として挙げたセンデノミノッソというグループの名前というのは、ホセ・カリオス・マリアテギという人物の方の書いたあの本の中から捉えているんですけれども、彼はラテンアメリカ最初のマルクス主義者というふうに位置づけられている人物です。で、まあ、あの政治思想家でジャーナリスト、社会運動家だったんですけれども、まあ、反政府運動をする中であのイタリアに一時あの、まあ、追いやられていた時期もあります。で帰ってきてから、まあ、非常に多くの、 あの書籍書物を出版しているんですけれども、まあ、代表的な書物としてペルーの現実解釈のための七指導という、まあ、そういったあの書籍を出しております。でそのインディヘスモとマルクス主義がどんなふうに関わっているかと言いますと、インディヘスモっていうのは文字通り訳すと先住民主義なんですけれども、しかしながらこれはその先住主義という名前であっても先住民が行った運動では、まあ今はそうではないですけれども、特に初期段階では必ずしもその先住民が主体となった運動ではありませんでした。むしろその非先住民の知識人による先住民擁護の運動として、この先住民インディヘスモというのは起こっております。でそうしたことから、実はこの先住民運動であり先住民擁護の運動でありながら、文化的なその擁護っていうのを含む場合と含まない場合があります。含まない場合っていうのはどういうことかっていうと、要するに先住民というのは非常にこうあの文化的にあるいは文明化されてない存在だから、だから例えばスペイン語を教えて教育を与えて彼らをもっと優秀な国民にしていってあげようという、まあ、そういう国民統合の脈絡の中でこのインディヘスモがあの盛んに言われたりとか、そういう場合もあったわけですから、だからいわゆる今私たちが使うようなインディヘスモという形ではなくて、まあ、初期のインディヘスモというのはあの全くそのある意味ではその逆にその同化政策であったようなインディヘスモというのが盛んに行われていたわけです。でまたその一方で、その先ほどその先住民の多くは農民であるということをあの話しましたけれども、まあ、あの独立後そのヨーロッパ系の人たちが、まあ、あのエリート層を構成する中で、まあ、下等支配というのを行われていました。つまりアシエンダという農民 の、 あの農園を所有するアセンダードという第一土地所有者が、そのアシエンダの中で先住民の人たちを、まあ、いわば奴隷増税に使うという、まあ、そういう構造が存在していたわけです。でそうした中で、そのマリアテギはマルクス主義とインディヘスモの融合を行って、先住民問題は土地問題であるというふうに、そういうふうに位置づけました。でこれがその先ほどの先例の話と関わっていくわけです。でまあ、ちょっと時代は飛びますけれども、で1980年になってセンデロ・ルイダ・アイメル・グスマン・レイノッソという人物が、国立サンクリストバル・マンガ大学に、まあ、選挙区あの就任しまして、でそこでその、武装闘争をあの開始します。で彼はそれ以前にその中国を訪問した経験もあって文化大革命をあの垣間見ているわけです。でまたあの先ほどあの直接あの入ってきただけではないという話をしましたけれども、まあ、彼はあの哲学の教授で、先ほどのお話にもありましたけど、哲学の教授でカント哲学を修めたあの人物でありました。で、彼はその薬局著権 の、 その国立サンクリストバル大学に就任した後、ここで、まあ、あの周り の、 その教員とか、それから教え子たちを組織化していきます。
で、アヤコ助県というのはどんな国かといいますと、まあ、山岳部のアンデス地域、先住民が多い地域に位置してまして、国内でも最も貧しい県の一つです。で、まあ、この、なんていうかこう、グスマン、シャンプーっていう、人々をすぐ洗脳してしまうということで、シャンプーっていうあだ名もつけられてたぐらいなんですけれども、まあ、そうしたことから、この国立大学を拠点として、まあ、活動を広げていって、で、まあ、そうしたことから宣伝を中核、というのは山岳部の都市のメスティーソの若者たち、大学教員、学生たちがその収穫を占めてきております。で、先住民の思想は、毛沢東の戦術に従って農村から都市を囲むという戦略を取っていきます。で、どういうことかっていうと、まず山岳部の農村地域を抑え、そしてその後山岳部の都市に進み、そして最終的に、ペルーの中心である首都リマを制圧するという、そういう戦略を取っていきます。で、しかしながら先ほどから申してますように、ペルーの脈絡では山岳部の農村地域は同時に先住民地域でもあったわけです。つまりその単になんかこうその農民とそうではない人たちの関係だけじゃなくて、先住民が農民であるという、そういう構造があったわけです。で、そうしたことから、先ほどそのお話ししましたように、宣伝の中核メンバーというのは、まあ、知識人層、都市出身のメスティー層であったわけですから、その宣伝度がその、武装闘争を開始した地域の人たち、住民と、それからその宣伝たちの間では、言語が違う、つまりその先住民はケチア語と呼ばれるそのインカ帝国の中で使われていた先住民言語を使用していて、でも一方その先住の人たちはスペイン語を用いているっていう、あるいはその文化的な背景も違う、人種も異なっているという、まあ、そういう状況があったわけです。で、まあ、ペルーの地図なんですけれども、まあ、こちら側が海岸部になってまして、ここに首都のリマがあります。これはまあスペイン人たちが作った町です。で、ここにその約8000キロにわたって、まあ、6000メートル級の山々を含むアンデス山脈が縦断しております。で、ちょっと見にくいんですけれども、クスコもアヤクジもこちら側のアンデス地域の中に位置しています。で、アンデス山脈を越えてしまったこちら側は、まあ、いわゆるアマゾン川が流れる熱帯雨林地域になっております。で、最もその先住民たちの人口が多いのがこの地域になっているので、ここでまずそのここの地域を制圧して、そしてこの地域の都市部を制圧して、そして最終的にリマに至ろうという、そういう戦略が立てられたわけです。しかしながら、ここに、まあ、もう一つ大きなペルー の, 歴史的な流れというのがあります。なぜかというと、まあ、宣伝路と遅れてきた革命というふうに書いてあるんですけれども、実はその宣伝の民族が活動を開始する以前にペルーではペルー革命というのは行われています。で、ペルー革命というのはどういうものかというと、これはなんかこう一般的な政治学 の, 定石とは非常にずれているんですけれども、実はその軍人が行った革命だったわけです。つまりその1968年にこのベラスコ・アルバラードっていう将軍が無血のクーデター、軍事クーデターを行いまして、で、しかしながらその先ほど言ったようにペルーでは非常に下等支配が強かったわけで、まあ、白人メスティー層たちの、アセンダード、大都市所有者から、農民に、その農民、いわゆる先住民の人たちに土地を取り戻そうということで、まあ、非常に大規模な、農地改革を実施しています。で、まあ、軍事政権なんですけれども、先ほど言ったアジェンダ社会主義政権でも非常に有効な関係というのを持っていました。で、まあ、だからその宣伝の民族が活動する以前にこう実はそのペルー革命が起こってアシエンダを解体してしまった、そして地方権力の不在という状況が起こって、で、それがむしろその宣伝の民族の活動の幅を広げるということになっていきました。ちょっと時間外なんで、すいません。ちょっとじゃあ、実際どんなことが起こったのか、ちらっと見ておこうと思いますけれども、まあ、これは、エリベート・ヒメネスさんという、アヤクーチョ出身の先住民の方が、先住民の方から、当時どんなことが起こったのかで、どんなことが起こったのかっていうことを、まあ、インタビューをして、そしてそれをもとに書いた絵と、それからインタビューから、証言からなる、物語なんですけれども、これは、宣伝路が村に来た時の様子を表しているんですが、80ページのところをちょっと開けてみてください。80ページのところにこの絵に相応する証言があるんですけれども、まあ、ここの中で、ここでブノサード同士っていうのは、これは大統
アイマル・グスマン、宣伝の瞑想リーダーのことを言っています。で、例えばこの中でその塔は千の目と千の耳を持っており、誰も裏切ることはできないっていう、まあ、こういった形で宣伝が入ってきた時の様子を表しているんですけれども、まあ、ここにあの有名なこの、あの旗が見えて、こちらが宣伝の 人たちです。で、まあ、面白いのはこれ、あの宣伝の人たちはあのオホタっていうあのフルタイヤで作ったサンダルを履いているんですけれども、宣伝の人たちは、まあ、あのやっぱりその都市の滅亡するからですから靴を履いています。そしてまたあのここで語られているのは、宣伝の人たちはスペイン語を話している、でも私たちはスペイン語分かんないっていう、まあ、そういうズレっていうのはここでは語られています。まあ、ちょっと子どもたちの話もちょっと書いておこうと思い、あの見ておこうと思いますけれども、ある朝同志が叫びながら村にやってきて、私の父の手をあの手で縛り、愚か者めと言いながらナイフで胸を刺して殺しました。で、まあ、そういう形でその子どもたちっていうのがあの誘拐されていくんですけれども、ちょっと最後のところ、私たちは逃げることができず名前を変えられました。子どもたちは全員同志としての名前を付けられました。私はラウとなり、姉はカルメンとなり、縫いできた袋を持ち、そこに鎌と土の刺繍、これはあのセンデルの、あ、まあ、あの先ほど出てきたそのポスターと、あの旗と同じなんですけれども、使用しました。袋にパンフレットと食べ物を入れ、村から村へと歩きました。まあ、誘拐された子どもたちはそのパイオニア同士として、そして名前を変えられて、そしてあのセンデルのために働くようになっていくっていう、そういうことが起こっていたわけです。で、一方これに対して政府軍の大規模なその鎮圧っていうのが起こります。で、政府にとっては、その山岳部の人たちはみんな同じで、その先住民であろうが、先例のあろうが、区別がつかなかったわけですから、まあ、皆さん、ベトナム戦争の時の村民事件っていうのをご存知かと思いますけれども、村民事件と全く同じで、その政府がやってきて、そして、まあ、あの、先例の影響下にある村があるっていう噂を聞くと、やってきて、そして、まあ、そこの村の人たちを女性も子供も含めて、赤ちゃんも含めて、あの、全員虐殺するってことを繰り返していました。でこれはそのあのヘリコプターでやってきた政府軍たちが、まあ、あの殺害してたあの人々を殺害した後、あのどれだけ自分たちがこう手柄を立ったのかというのを示すためにこうあの手を切り落としているところ、まあ、そういう様子を表しています。ちょっとあの時間もないのであの進んでいきますけど、まあ、これはあの政府軍 の基地の傍らに作られた、まああの秘密墓地の様子を表しています。つまり政府軍があの山岳部に行って、そしてまあ人々を太陽にあの宣伝の様子の仲間の疑いであるという形で連れてきて、そしてまあ女性であろうが子供であろうが赤ちゃんであろうがあの、まあ、殺害して埋めていったという、まあ、そういうの様子を表しております。ちょっとあの時間がないので飛ばしていきますけれども、で、まあ、これはあのロスカビートス、あ、ちょっとごめんなさい、ロスカビートスという非常にあの有名なあの政府軍の基地でして、まあ、あのここで多くの人たちが行方不明になっているんですけれども、あのまあ、これはあの、この奥の方にさっき そのトーチが見えますけれども、まあ、ここら辺一帯にあの遺体が埋まっているというふうに言われていて、で、まあ、あのこれはその、まあ、ある政府の将棋、あの政府 その兵士の証言になって明らかになったんですけれども、まあ、あの当時あの人間を焼いていたあの炉ですね。でもちろ んかこんな炉じゃ足りないので、まあ、どこかに多量に殺害された人たちは連れて行かれて埋められているはずなんですけれども、まあ、どこがその場所かというのは全く分からない状態であります。これは、まあ、あのママアンヘリカって、まあ、非常に有名なそのあの行方不明になった人たち家族を探すあの女性たちの会の代表の方なんですけれども、まあ、あのかなり高齢なんですが、そうするとなんかこう、まあ、彼女がずっと若い頃から探してきたそのなんていうか年月の重みっていうのをあの感じさせるんですが、まあ、あの本当にあの、まあ、あの先ほど言ったように4600以上の秘密墓地がいまだに発掘されないままあのアンデス各地に存在していて、でその中には、まあ、いわゆる行方不明になった人たちがいるはずなんですけれども、まあ、あの人々今でも家族は探し続けているっていうあのそういう状況が見られます。あ、でちょっと時間です。じゃあ最後にあれなんですけど、これはあのカンボジアの S21 です。で、まあ、これも S21 皆さんあの名前聞いたことある方いらっしゃるかと思うんですけれども、あの、まあ、ポルポト時代にあの、まあ、大量プノンペンにあったこの S21 っていうもともと高校だったあの建物が収容所になったんですけれども、まあ、ここでその大量に人々が
殺害、拷問を受けたので殺害されていって、で、まあ、隣にいる方はこの、S21 の数少ない生き残りの方なんですが、で、殺害された後、キリングフイドという、まあ、プノンペンの郊外である、もともと中国人墓地だったところに運ばれていって、そこに、埋められていって、今でもそこでは発掘が続いているんですが、で、まあ、その、ポルポト政権下でどういったことが行われたのかっていうので、そのアンデスとも比較する意味で、実はまあセンデドミドソっていうのはアンデスのクメールルージュっていうふうに呼ばれているので、比較に行ったんですけど、まあ実はなんかこう見ていくと非常に多くの言葉のレベルでの共通点とかやり方のレベルでも共通点っていうのは見られまして、例えばその先ほどの千の目、千の耳っていうのも、同じように例えば音歌たちがその千の目を持っているとか、あるいはパイナップルの目っていうのを持っているっていうふうに書かれたりとか、あるいはそのなんで子どもたちを殺害しなきゃいけないのか、つまりそのすぐには戦闘員にならないようなその赤ちゃんとか子どもたち前になんで殺害しなきゃいけないのかっていうと、それはその要するに雑草っていうのは根元から根絶しなきゃいけない、だからほっとけばどんどんその雑草が増えていくから、だから子どもも殺すんだっていう、そういう論理とかは非常になんかこう似通った部分があって、だからこうまあ、このマオイズム、それから中国大革命がその後その他に広がった時にこう多分ある種の共通点とそれから違いがあるので、そこら辺をやっぱり今後もう少し見ていく必要があるということを感じてきております。すいません、時間がないですけどありがとうございました。細谷先生どうもありがとうございました。中国は文化大革命は1976年に収束しました。もう外国に革命は輸出しませんと宣言したと思うんですけれど、しかしこう間接的であれ直接的であれ、80年代にまたこうアンデスの高いところでこう毛沢東思想を標榜した暴力が発生していたということは、やはりまあとにかくやはり文化大革命と国際社会との関連について考えなければならないと、余計そう思わなければならないと思います。で、細谷先生、最後にカンボジアのカンボジアでも調査なさってその写真を見せてくれたんですけれど、多分これからそういうご研究も進めていくと思いますが、まあ、今回このシンポジウムも実は欠けている部分がいくつもあって、例えばクメールルージュとの関連性とか、あるいは南アジア、例えばネパール共産党とモーハーと中国との関係とか、あるいはアラブ諸国のそのアラブ社会主義諸国の中国との関係とか、そして国際共産主義の大本営であるソ連、あるいはその後継者のロシアと中国との関係、まあ欠けている部分は多々あるんですけれど、でもまあそういうことは多分やっておられる方いらっしゃるでしょうということで、あえて今まであんまりスポットライトが当てられなかったところから切り開いていこうということも実は兼ねています。